なんとあのアマゾンのベストセラーにもなっていたビットコインの本が突如削除された。こんにちは、ゆるふわです。はい、今ね冒頭でもお伝えさせていただきましたが、ビットコインの本が理由を明かされることなくアメリカの政府によって突如バーンされました。これは国が何かを知られたくないという闇の動きがあるということで大注目されています。このバーンされてしまったビットコインの本の中に果たして何が書かれていたのかという全貌をね、今回ゆるふわが名探偵コナンになって皆様にお伝えしていきたいと思います。ゆるふわのチャンネル登録、グッドボタン、高評価ボタンもう押してくれたかな？いいとも。はい、皆さんね、今のうちにゆるふわのチャンネル登録とグッドボタンをねポチ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 と押していただけるとゆるふわめちゃくちゃ喜びます。よろしくお願いいたします。そして皆さんご協力をお願いいたします。ゆるふわバイビット WSOT 参加者目標100名を目指しております。残り約19名様です。皆さんのお力を貸してください。もうね、目標達成したくてですね、ぜひ皆さんのお力を貸してください。そう、結構日にちも迫っていて残り2日なんです。皆様の一人一人のお力が本当に大きな力になります。もうすでにバイビットの口座持ってて、どんなチームにも参加してなかったな、参加する予定もなかったなって思っていた方ね、ぜひこちらの QR コードから読み取っていただいて、ゆるふわのチームにねポチッと参加いただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは早速なんですけれども、ビットコインブックがなぜ突如理由も明かされることなく削除されてしまったのか、そして全ての書店、アマゾンはもちろんのこと、 Google ストア、そして全ての大型書店からこの本が消えてしまったこと、この本にね果たしてそんな削除されるまでの何が書かれていたのかということを今回この動画で情報をシェアさせていただきたいと思います。ゆるふわ名探偵コナンになります。はい、それでは行きましょう。それではレッツゴー。それでは早速なんですけれども、ゆるふわのサイトで仮想通貨の相場の状況をざっくりと見ていきましょう。うーわ、なんだあれ、真っ赤なの？真っ赤だよねっていう感じですね。はい、真っ赤がちょっと目立つかなという感じとなっております。下落相場ですね。はい、現在のビットコインの価格29,335ドル、イーサリアムは1,839ドル、リップルに関しては 0.6 ドルを推移しております。はい、それではビットコインとイーサリアムのテクニカル分析を見ていきましょう。4時間では両方とも売りの状況となっておりますね。はい、それでは世界のマクロ経済市場を見ていきましょう。うーわ、 NVIDIA プラス 7% ですよ。まあね、昨日おとといとね結構マイナスマイナスが続いていたので、結構ここでね挽回してきたのかなという雰囲気が見受けられます。そしてアマゾンもプラス 1.56。 はい、ビットコインブック、アマゾンからも削除されております。はい、そしてグーグルプラス 1.37%。 はい、グーグルストアからも削除されております。それでは早速ね、為替見ていきましょう。現在の1ドルの価格145円、そしてユーロに関しては158円、ポンドは184円となっています。それでは今日の重要な経済指標発表を見ていきましょう。今日8月の15日ですね。適用、おー、イタリア、インド、韓国、はい、祝日となっております。まあ、日本も同じですかね。日本も明日までお盆休みのところが多いのかなっていう感じですよね。はい、そして今日の朝、日本では国内総生産の発表がもうすでにありましたね。その後、今日の9時半ですね、アメリカの方で
コア小売売上高の発表がありますね。これがね、あの牛さんマークが3つになっているので、重要な経済指標となっております。そしてね、ここにもあります、このね、ゆるふわのサイト、アプリはないんですけれども、この画面をホーム画面に追加をいただくとアプリのように使えます。そしてね、アプリね、ゆるふわの顔がポンって出てくるのでね、もしよろしければ、はい、アプリのように、ホーム画面に追加をして、毎日1回だけでもね、見ていただくと、こう、全体のね、仮想通貨だけでなく、全体の相場のチェックができますので、ぜひご活用ください。そして、ゆるふはね、動画いつも40分ぐらい、ブワーって喋るんですけど、はっきり言ってそこではね、お伝えできていないことが大半なんですよ。なので、ここのね、ゆるふわのこのブログ見てください。このブログにかなりの最新情報がアップされています。なので、ゆるふわのゆるふわのサイトで相場のチェックももちろんなんですけれども、ブログの方でね、クリプトに関する最新情報の記事のね、ブログ掲載させていただいておりますので、ぜひこちらも一緒にチェックしてみてください。それでは早速、なぜこのビットコインブックソフトウォーが削除されたのか、この本の中に何が書かれていたのかというね、全貌をお届けしていきたいと思います。こちらまずなんですけれども、この本を書かれた著者ジェイソンさんのツイートになります。何があったのかと聞かれるかもしれないが、私はソフトウォーを削除するよう命じられ、このテーマについて公の場で話すのをやめるよう求められたと。 MIT、 これはマサチューセッツ工科大学のライブラリーを意味します。はい、ライブラリーからも削除されています。はい、詳細は話せないが、状況は良好で、私は舞台裏で懸命に働いていると。めちゃくちゃすっごい政府のパワーが、圧力がかかっていることが、この彼のツイートから読み取れるかなと思います。このビットコインブックソフトウォーの著者ジェイソンさん、どんな人なのと、はい、簡単にご説明させていただきます。米国宇宙軍の現役宇宙工業技師ということですね。ジェイソンさんは兵器システム開発者およびアメリカの高官の技術顧問として10年の経験をお持ちの方ということです。はい、そしてこの削除されてしまったこのビットコインブック、果たして何が書かれているのかというのをざっくりご説明させていただきたいと思います。この本ではビットコインのプルーオブワーク、コンセンサスメカニズムは金融の技術だけでなく国家安全保障の戦略手段として大きな可能性を秘めているという主張が書かれています。そして特に現在の戦争が物理的な衝突から回避されるモデルに進展しているということも書かれています。彼はビットコインが合衆国憲法修正第2条によって保護されることを推奨していますということなんですね。この内容がざっくりとこの本の中に書かれているんだなっていうのをね、ちょっとね、頭の中にね、今置いといてください。そしてこのジェイソンさんの分析によると、ビットコインが金融テクノロジーとしてではなく、機密データを保護し、攻撃者を物理的にコストを課すことでサイバー攻撃を阻止できるセキュリティ資産としても潜在力があることを強調しているんですね。これめちゃくちゃポジティブじゃないですか。めっちゃポジティブですよね。ソフトウォーはビットコインのプルーオブワーク技術を国家安全保障の観点から検証し、ビットコインを金融の技術として厳密に見るのではなく、電子サイバーセキュリティ手段としての潜在的な戦略的影響力を考慮するための革新的な理論枠組みを提案していますということなんですね。これがまさにね、ブロックチェーンの技術もこの内容にね、含まれているかなと思います。そしてビットコインが国家安全保障とデジタル領域の中で権力闘争のための潜在的な革命をもたらすツールであることが本当にね、主張されてるんですね。
はい、この評論家の方々のレビューで、現代の戦争の風景が非物理的、非運動的な形態に向かって進化していることを示唆する、このジェイソンさんの新鮮な視線を称賛しています。この枠組みの下でビットコインは、そのプルーオブワークコンセンサスメカニズムを通じて、サイバー領域の権力を発射するための恐るべきメカニズムを提供し、それによってサイバーセキュリティを強化できる可能性があると、このジェイソンさんは提案しています。そしてここで昨日ね、私の動画見てください。史上最悪のハイパーインフレーションが起きるかもしれない、もう実際に起きていて、今世界でどのような事情になっているのかというね、情報を昨日の動画で配信させていただいております。まずね、そちらご覧ください。今回この著書の中でジェイソンさんは、一部の政府が権力と影響力を投影する手段として仮想通貨の利用を検討している兆候はすでにあると。例えばベネズエラ、はい、昨日の動画でねお話をさせていただいております。ベネズエラはアメリカの制裁を回避し、国際市場にアクセスする手段として独自の仮想通貨ペトロを発行しました。同時に中国は自国の国家安全保障と経済競争力を強化する手段としてブロックチェーン技術を利用することを模索してるんですね。もうね、まさに昨日の動画見ていただきたいということでね、今私一通りこの本の中にね、どんな内容が書かれていたかっていうのをご説明させていただきました。もうどんなことを考えても、もうすでにね、このビットコインが世界に すさまじい影響力を与えているということはね、今の私の話からね、感じ取っていただけるかなと思います。ビットコインと言われると、もうただのそのトークンみたいな発想を皆さんまずお持ちだと思うんですけれども、ただのそのトークンという、そのただのその通貨として、通貨、そのただのなんて言えばいいですかね、そのただのトークンというか、そのただのその電子現金だけではないんですよね。そこはもう飛び越えてしまってるんですよ。それをね、皆さんに知っていただきたいなと思います。もう単なる電子現金システムだけではないんです。そう。今日はね、なんと、はい、名探偵ゆるふわが突如理由も明かされることなく削除されてしまったのかという内容にね、迫らせていただきました。いかがだったでしょうか。私もね、この内容を読み込んでとても衝撃を受けました。そしてビットコイン、そしてこの仮想通貨、とても未来はねポジティブなのではないかなと思いました。今日のこの話を聞いてね、皆さんどう思われましたか？もしよろしければ皆さんの思いだったりとか、いろんな見解ね、コメント欄の方でシェアいただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではね、皆さん引き続き夏休みを楽しんでください。今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。